はい。あ、おはようございます。はい、おはようございます。じゃあちょっと取材の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。オーストラリア留学で、エージェントをされているちかさんです。ではまず自己紹介からお願いします。はい、オーストラリアのシドニーに本社があります IS 留学ネットワークの坂本ちかと申します。よろしくお願いします。ではですね、ちょっと質問をいくつかさせていただきたいと思います。まず、ちかさんは、エージェント業をどれぐらいやられているんでしょうか。もうこの仕事について、9年、もう12月、今月で丸9年、来月か、で丸9年になります、うん。エージェントをされる前は何をしていましたか。アサヒビール本社の方で、マーケティングの方を携わっておりました、うん。では、エージェントをやられたきっかけは何でしょうか。今の会社のですね、社長にヘッドハンティングをされまして、そこでやってみないかっていうオファーをいただいて、最初は全然興味なかったんですけれども、ちょっと違う世界にも飛び込んでみようかなと思って、やってみることにしました。なるほど。オーストラリアを選んだきっかけは何でしょうか。もともと私実はイギリスに来たかったんですね。うん、イギリスに留学したかったんですけど、高すぎて、イギリスの学費が。で、私、英語が全くできなかったんで、いろんな友達とか、家族とかにも相談したら、イギリスにもし行くとしたら、多分半年も行けなかったんですよ、予算で。半年でゼロの英語力の人がなんとかなんのって、その頃って私全、フィリピンってその頃多分なかったと思うんですよ、あったのかな。ない。なんか、ですよね、10年ぐらい前、10年以上前なんで、で、それで、その時にやっぱり一番安かったオーストラリアを選んだような感じです。あ、そうなんですね。そうなんです。で、オーストラリアでやられて、大体ですね、どんな方にオーストラリアで留学、どんな種類の留学を紹介されてるんでしょうか。私の方ではもう本当に下は6歳から、年齢は上の方であるともう70歳ぐらいの方まで、年齢層はとても幅広くて、1週間の短期留学からもう本当大学院に帰る方まで、語学留学、専門学校留学、大学院留学、大学留学みたいな感じでご紹介をしております。うん。あとは、オーストラリアので紹介する留学やワーホリのその種類どれぐらいありますか。ビザですね、それ。ビザに。例えば留学でそのバリスタの留学だとか。なんか、はい。例えばどれぐらいだろう。フィリピンと大体まあ語学留学だけなんですよね。その英語だけでに関しても確かにそのバリスタがあったりとか、ケンブリッジがあった、ケンブリッジ英語検定、IELTS、ビジネスイングリッシュ、接客英語みたいな感じで、多分コースだけで言うともう10とはもう言わないですね。多分10以上あります。っていうのは学校によって打ち出してくるプログラムが全然違うんですよ。なのでスピーキングって言ってもスピーキングフォーカスの何にフォーカスしてるのかみたいな、例えば本当にリアルイングリッシュでスラングとかをすごいたくさん教えてくれるものがあったりとか、発音とかそういうものにフォーカスするコースがあったりとか、あとはサバイバーイングリッシュって言って本当に世の中で出た時サバイブできるような英語力をつけていくようなコースがあったりとかっていうような感じで、その語学学校も独自で作っているし、だから名前もたくさんある、プログラムも地高、いろんな形で出してくる。例えばサーフィンやりながらやるとか、最近ヨガをやりながらやるとかいう、ちょっと楽しいものもあったりとかもするし、っていう感じですね。なので、本当にその方の目的とか、やりたいこととか、予算とか、そんなものに応じて、紹介できるプログラムは山のようにあるとは思います。でも、それ以外にも、専門学校に、大学院も、こう、オーストラリアらしい、なんていうのかな、国際的な、プログラム、専攻、あるので、そういったことを最近求めております方もいるかなと思います。あ、
すみません、ちくさん、今、ネットの関係で多分、専門学校のところから途切れてしまいました。その専門学校のところお願いします。は、専門学校も、日本とよりも、なんかもっと細かく、いろんな、なんかこんなことも勉強できるのみたいなこともできるようなプログラムがたくさんありますし、また、大学院っていうのも、やっぱりこう、なんて、マルチカルチャーの国っていうならではの、なんかこう、専攻になるとは思うんですけれども、かなり国際的な、なんかこう、異文化を学ぶような、なんか、専攻がすごく細かく分かれていて、日本では取れないような、お勉強をすることができるので、最近はそういうことを求めて、高校を卒業してすぐ大学目指してこられる方とかも増えてます。ちょっと突っ込みたいんですけど、掘り下げたいんですが、私が紹介したフィリピンのバギョだった、他の学校の生徒さんだったんですけど、チカさんに紹介した生徒さん。彼が、大学院の方でしたっけ、行きたいって言ってたじゃない、スポーツの。はいはい、スポーツサイエンスですね。で、彼は彼なりに自分で調べたりとか、エージェントに聞いたりして調べてたんですけど、やっぱりその知花さん、実際にその相談を始めてみて分かったのが、情報がすごく多くて、細かくて、的確で早いっていうのがあったんですね。ありがとうございます。あれやっぱり、あそこまで詳しく、しかもいろんな大学の、すぐ普通出てこないですよね。まあそうです。ただその大学のウェブサイトだけに載ってないものも実はあって、その例えば、なんか今回のことでよくあったのが、昔先輩が行ってた大学に行きたいと彼は言ってたんですけど、オーストラリアってルールがしょっちゅう変わるんですね。うんうん、なので、あと大学、同じ大学でも、留学生が行けるコースと行けないコースがあるんです。うん、で、去年までは留学生が学べたと思ったけど、今年からできなくなったなんていうのはザラで、そういうのって、こう、毎年アップデートする情報をどん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 私の方で検索して、こう、調べていかなきゃいけないので、やっぱそれが、例えば日本にいながら英語がそんなにできなくてとかっていう風になってくると、かなり難しくはなってくると思うんですよね。あとは、やっぱ政府の機関で、政府が持っているリソースがあって、そこと連携して調べていかなきゃいけないので、そういうのとかを、確認していくっていうことは、なんかやっぱり、もうしょっちゅうやってることだから、まあ私たちからするとそんなスピードが速いのかなって思うんですけど。大学の資料も全部英語なので、まあ、あれを細かいのをピンポイントで見つけるのは、まず無理ですね、普通の人は。そうですね、今回、コースもですね。そうそう。で、スポーツサイエンス、彼なんか特にこうやりたいことが明確じゃないですか。もう高齢がやりたい。スポーツサイエンスと言っても、いっぱい種類があるので、中身、中の、トピックとかが違ってきたりするんですけど、それを、やっぱ彼はこだわっている生徒さんだったんで、そうすると、同じスポーツサイエンスでも、いや、これには興味ないですっていうものとかもやっぱりあったと思うので、やっぱそこを絞り込んでいくのには、やっぱ読み込まないと、回答してあげられないですよね、なんか。そうですね。まあ、そのレベルにもやっぱり、できるのはやっぱ知花さんぐらいだと思いますね。じゃあ次の質問いきますね。では、大体今、オーストラリアの留学、もう留学エージェントさんっていっぱいいると思うんですね。で、まず有料のエージェントと無料のエージェントがあると思うんですけど、この2つの違い、なんでこれ有料なの？無料の方がいいじゃんって普通、我々消費者は思うと思うんですけど、違いなんですか？ですね、有料エージェントさんと無料エージェントさん、両方とも、エージェントというのは仲介業なので、旅行代理店と同じく、こう、紹介した先から紹介料っていうのをいただいて運営をしていくのが仲介業のお仕事だと思うんですよね。で、有料のエージェントさんも無料のエージェントさんも、紹介した学校から紹介料というのを実はいただいております。なので、無料のエージェントというのは、それで運営をしています。でも、有料エージェントさんは、それをもらうにもかかわらず、プラスで、生徒さんにサポート料っていう形で、上乗せをして、また、10万、20万、30万、会社によって違うんですけど、そのお金をもらわれているような感じです。ただ、サポートって、ということは、有料エージェントさんを選ぶ方っていうのは、まあ、無料で学校を教えてくれるのもいいけど、まあ、それ以前に、不安がいっぱいあると。現地、私、英語わかんないし、現地でどうなるかわかんないから、じゃあ、有料のこういうサポートがあるんだったらよということで、お金を払うんですね。
そう、実はでもそのサポートの内容を比べてみると全然わかると思うんですけど、全く同じなんです。がお金を払ったところでいいサービスが受けられるかって、実は何もそのプレミアムサービスみたいなのはないんですね、そのお金を払ったところで。そう、結局メインになることって学校の手配を英語で全部やらなきゃいけないので、それを代わりにやりますよっていうことであったりとか、ビザもやっぱ大事なビザになってくるんで、質問がかなり細かくなります。学生ビザなんていうのはエッセイとかも読み、作っていかなきゃいけないので、そういうののサポートをしていくのが一つ、大きな一つの仕事ですよね。で、もう一つが、その現地サポート。現地で銀行をどうやって作るの、シェアハウスどうやって探すのとか、まあなんか困った時に誰に相談すればいいのとかっていうような24時間サポートっていうのが、これが4つメインになるんですよ。で、これってどのエージェントも同じなんですね、やってることって。そう。なのにもかかわらず日本人の心理だと思います。お金を払った方がいいサービスが受けられるのではないだろうかっていう、多分心理でそこを選ばれるのような気がします、私は。でも、無料エージェントさんもたくさん、フィリピン留学もそうなんですけど、どんどんエージェントポコ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 できるじゃないですか。はいはい、オーストラリアの情報、状況はどんな感じですか？オーストラリアも本当にエージェント増えてます。なんかびっくりする、なんか個人エージェントって言われる方も本当に増えました。個人エージェントって何みたいな。なんかブログから入るんでしょうね。ブログから。ブログってオフィスがなかったりするところもあるみたいです。そう。だから現地にいらっしゃるけれども、多分もし何か相談があるとしたら、こう、カフェとかで会って、みたいな感じのエージェントさんが多いのかなっては思いますね。うん。本当増えてると思います。多分、ブログで始める方って、最初自分が生徒で行って、で、まあ人によっていくつか学校行って、で、その生徒目線で、あ、ここがいいとか、ここが悪いところとか、他の生徒はこうなってますみたいなのを発信していくと思うんですよね。で、あ、これすごい、真実が書かれているということで、見ている人は、読者は、あ、この人信じてみようみたいな感じで、あ、この人がこう言ってるからここにしようっていう感じになると思うんですけど、そういうのって実際、読者にとっていい結果が出ているのかどうなのかっていうのは、なんか、オーストラリアのエージェントを長年やられてたチカさんから見て、現状はどうなんでしょうか？その新しい、まあ、とにかく、やっぱし、移民に対しての、やっぱりとか学生ビザとか、まあ、ちょっと前までは、私がこの仕事始めた19年前とかは、なんだろう、ポンポンビザが出てたんですね。なんかこう、学生ビザとかも、お金さえ払ってくれれば、誰でも申し込んでもらえばいいよ、みたいな、だったのが、やっぱ、国が、ペイトを選ぶようになってきています、今。すごい、本当に、本当にこの人はオーストラリアで勉強がしたくて留学してきてるのとか、本当にこのワーキングホリービザを何か活かしてこうや、何かやろうと思ってるのとかっていうのがすごくこう増えてきていて、厳しくなってるんですね。で、それって、生徒さんだけじゃなくて、エージェントに対してもすごく厳しくなってるし、学校に対しても厳しくなってます。すごい監査が入ります、それぞれに。っていうところから、新しいエージェント立ち上げるのが多分すっごい簡単だと思うんですよ。パッと見。私も、今すごい知識さえあって、なんか紹介してあげて、現地で、例えばその銀行なんかのサポートができればいいのかなってきっと思ってると思うんですけれども、まず、語学学校、専門学校、大学っていうのが新しいエージェントとは手を組もうとしません、もう最近は。で、っていうのはアグリーメントを下ろせないようになってます。契約が取れないようになってるんですよね。なんか年間何十人送るっていうのが規則だったりとか、なんかそのとにかくこうルールがすごくたくさん国が定めているので、そういうのがクリアできなさそうなので、その個人で特にやってる方たち。そういうところと手を組む学校っていうのは学校もちょっと怪しい学校だったりもするんですよね。なので、そういうところとだけつるんでやってる。だから、こう、なんだろう、生徒さんからすると、語学学校なんてどのエージェントも同じように紹介できると思ってるところがあると思うんですけど、それは大間違いで、やっぱり、きちんとしたエージェントでないと思ってない語学学校っていうのは山のようにあります。ので、その辺が多分大きな違いかなとは。有料エージェント、無料エージェント、それぞれ、まあ、問題点とか、いいとこ悪いとこ出てきたんですが、やっぱり長年やってきて、他のエージェントから移ってくる生徒さんっていうのも、よくありますか？
めちゃくちゃ多いです。特に現地でっていうの多いし、あと日本からだと最近多いのは見積もりが送られてきます。え、どういうこと？この見積もり、他のエージェントさんの見積もりが送られてきて、これどう思いますかみたいな、うんうん、これって正しいと思いますか、取りすぎだと思いますかみたいな、っていうあのエージェントさん、あの生徒さんが増えてます。実際それはどうなんですか？全然高いです。びっくりするようなことにお金を取ってます。それはあの、さっき言われた有料エージェントさんのケースが多いですか、それは。そうです。有料エージェントさん。無料エージェントさんはなんか同じような感じなので、それはないですね。有料エージェントさんは、最高額この前96万円っていうのがありました。サポート料だけで。この時何に96万みたいな。っていう感じですよね。まあやっぱり、有料エージェント、まあ、ただやっぱり私も業界で働いてる方なんで、そのやっぱり何でもただと思ってあれしても、やっぱりこうすごく時間とかかかるじゃないですか、何を、はいはいはい、でお客さんからしたら、なんか自分はたった1回かもしれないけど、その受けてるスタッフって、それがもう毎回毎回人が変わるから、絶えずやっていかなきゃいけない。うんっていうところで、うん、やっぱりその有料で取ってもいいのかなって、別に有料で取るんだったら取ってしっかりやれば、僕はその何ですかね、消費者の人もそれを期待してやられてるんでいいと思うんですけど、それについてはどう思いますか？うん、それはちゃんとやってるのであればいいと思うんですよね。でも結局有料エージェントさんで、その現地に到着をして、そのエージェント変更したいんです、助けてくださいって言ってくる方たちのみんな同じこと言われるのが、お金を払ったのに、うん、何なんですかこのサポートみたいなのが、具体的にどういうのがあるんですか？例えばその現地に到着しました、オフィスに行きました、でそしたらなんかあんた誰みたいな、いやで私は日本から到着したばっかりでっていうのを聞いて、あーみたいな感じで、なんていうの、こう質問すると、今忙しいから別の日にしてくれますって言われるところがあったりとか、あとは、オフィスに行くと、番号札を銀行のように取らなきゃいけないようなシステムになってて、名前で呼ばれないらしいんです。3番さんみたいな感じで呼ばれて、で、そうすると毎回違う人と話さなきゃいけないから、毎回、あ、説明し直さなきゃいけない。しなきゃいけないっていうようなことがあって、全然申し遅れがされてない、みたいな。感じがあったりっていうのも多いですし、なんか、あとは24時間サポートって言われたから、なんか困った時に電話をしたのに、留守電にすぐなって、結局その次の日に、なんかオフィスに行って、なんで昨日出てくれなかったんですかって言ったら、留守電も聞いてなかったみたいな。とか、これ何のための24時間サポートなんですかみたいな感じになんかなりましたとかっていう人たちも多いし、人生相談っていうか、まあ、今後次の学校どうしようかとか、次、こう、今こういうことで悩んでるんだけどって話をしたら、いや、私も同じワーキングホリデーなんで、あなたと同じような悩み持ってるから、まあ、答えられないですって逆に言われて、えって、留学のプロだと思ってきたのに、なんかバイトみたいな、そういう、なんかこの人に人生任せられないって思いました、みたいな人も結構いらっしゃいますね。オフィスがなんか、現地にあるって言いながら、偽のオフィスとかもあるんですかね？なんか最近大手さんとかは24時間サポートしますって言ってて、なんか例えば旅行会社に委託してたりとかするんですよね。うん、その旅行会社の方って旅行についてはプロかもしれないけど、留学についてはプロじゃなかったりするじゃないですか。そうなので、こう、なんだか、ベーシックな生活についての質問は答えてあげられるけれども、その留学のなんか仕組みだったり、じゃあ大学のそれこそ話であったりとかをふっかけたときに、誰も答えられなかったっていう話は最近よく聞きますよね。オフィスが入ってないときもあるんですか？うん、そうそう、なんかオフィスが、なんかその、ワーキングホリデーの方とか学生ビザの方がスタッフでいられるところもとても多いので、そうすると1日3時間とか使えてなかったりするらしいんですね。でそれが学校がみんなだいたい3時ぐらいに終わるので、3時から6時とかならまだ私はわかるんですけど、午前中10時から1時とか開けられても、勉強してないんですけど、そう、学校行ってるんですけど、みたいな感じの人は多いですし、なんかこう、エージェントさんと、こう、これもかなりぶっちゃけですけど、なんかエージェントさんと、他のエージェントさんと、まあ現地のお話をしたときに、ちかさんって24時間本当に電話出てんのって
言われたことがあったんですよね、うん、だからいやもちろんですよ24時間サポートって言ってるから私は枕元にいつも電話がありますよっていう話をしたらえうちはもう6時で帰宅するときに電源切って会社に電話を置いていけって言われてますって、っていうことはもう24時間サポートする気もないんですよね。ああそうですね、確かに その最近のなんか働き方改革みたいなので電話置いとけっていうのはそういう面で見たらいいですけど、でも24時間サポートっていうのと違いますもんね。そうそうですよ、だからさっきの方みたいに留守電になっちゃう、うん、ああなるほど。じゃあ有料エージェントだからといっていいわけではないっていうことですね。ないです、ないです。だからちゃんとそう比べた方が私はいいです。うちのエージェントだけでもなくてとにかくセカンドオピニオンってやっぱ大事で、うん、やっぱ必ず何かを比べた方がいいとは思うんですよね、うん、そうですね。エージェントの人がそういうなんかの、まあ、よくある話ですけど、まあ、あのパーセンテージを学校によって高いところをあの、うん、送るとそういう指令がもう来るっていうのはよくは聞きますもんね、うんうん、大手ほどそれは多いらしいです、うん、なのでなんかそういうようなこととかをやってたら、ちかさんとかどうなんですか？え？ちかさんとかどうなんですか？そういう私ねその学校が一体そういういくらなんだろうコミッションをくれてるかとかっていうのって全く興味がなくてですね実は、うん、でうちの社長が全部管理をしてるんですけど、うちの社長もアナウンスしないんですよ。今月ここがこうだとかああだとかって一切何も言われないので好きなように私が生徒さんにいいところを送ってます。なので、その他のエージェントさんとはそこが違うのかなとは思いますね。まあ、留学って割とやっぱりそれで人生変わるような大きなインパクトを人々に与えると思うんですね。すごく重要なポジションで、その、まあ、ガイド、道しるべとか案内者としてエージェントの方ってものすごく重要なポジションにいると思うんですけど、でそういう重要なポジションって大企業でも人事採用に等しいと思うんですよね、うん、はい。でやっぱり人事が人を見る目がなかったりすると適材適所じゃないところに送られちゃって、この会社は自分のあれじゃないということで辞められちゃったりとかいろんな問題が生じてくると思うんですよね。もちろん最後は自分次第っていうのはどの業界もそうだと思うんですけど、ただやっぱりそういったサポートするとか相談に乗る人ってすごく重要だと思うんです。ということは相談する人も長年の経験がないとちょっと2校3校通った自分が通ってみただけとか自分の周りの知ってる人をちょっと紹介しただけとかですと対応しきれないところもあると思うんですね。で実際に、ちかさんはもう8年9年やられてもう10年近くやられてると思うんですけど、他のエージェントさんってどうなんですか？スタッフさんは。メインになる方みたいな方、いわゆる、まあ、社長クラスの人であったり、マネージャークラスの方だったりするところ変わってない人たちも何人もいらっしゃいます。まあ、いわゆるもう本当に老舗のエージェントさん、うん、うち、IS 留学と同じように歴史を歩んでこられてるようなところは、本当に長年勤められてて、私もすごく尊敬するような方たちがたくさんいらっしゃるんですけど、いわゆる新しくできたところとか、だから今、ガーってこう伸びてるようなエージェントさんのスタッフさんは、ほとんどがワーキングホリデーか学生ビザのスタッフですよね。なので、もうバイトの感覚でやってるから、なんか問題とか起こしたくもないし、相談乗って時間を取られたくもないし、とにかくなんか今日終わらせられれば、給料さえもらえればいいみたいな感じで、ビザが切れるとそっとっと帰っちゃう。みたいな感じですんごい回転が早いですよね、そういうエージェントさんは。なのでなんか私たちみたいにプロの意識を持ってやるっていう人たちばっかりではないんだなとは思います、そういうところのエージェントさんは。そういうのちょっと消費者の人には本当に分かって理解しておいて、よくエージェントさんを見てほしいですね。そうですね、だから間違ったビザの情報とかを結構伝えられたりするんですよ。だからこの前そうそう、なのでこの前も高校3年生の子で、高校3年生で卒業してすぐに留学してきて来られた方が1年間その先に専門学校に行くことをもう決めていて、でそのかなり大手らしいんですね、日本でも大手らしいんで大手なんですけど、そこでお話をしに行かれたみたいなんです。でそこで語学学校と専門学校のパッケージで
彼女たちはビザを申請してると思ってたが、実は語学学校の分でしかビザが取れてなくて、でそれで語学学校の分じゃあその後どうすればいいんですかってそのエージェントに問い合わせをしたら、学校の方が手伝ってくる、語学学校の方が全部やってくださるので、語学学校の方に次の専門学校の手続きとビザの申請をお願いしてくださいと言われたと、うんうん、でそれで行ったらもちろんノーなんですよ。その語学学校なんかそんなことやるわけないんですよ。で語学学校はいやいややらないですよって、そんなエージェントみたいな仕事やらないですよって、その手続きもやりますやりませんみたいなっていうので、もうどうすればいいのってパニック状態になって、たまたま彼女と同じクラスメートの生徒さん、私の生徒さんだったんで紹介して彼女が来ました。でよく聞くと、そのオーストラリアにも提携してるオフィスがあるのでそこに行ったけれども、日本に一回帰らないとビザ申請はできませんと言われましたと。そのないオーストラリアで勉強できるんですよ。しかもまずパッケージで申し込んでないってことがとても無駄なんですよね。そのビザ代が2回かかることになるわけですよ。なんでそれをやらなかったかっていう、私はもう そこからハテナなんですけど、で、それでなんか結局はもう私の方でもあのサポートを全部して、で今はうちの生徒さんになってくれてますけど、あの多分あの話聞いてて僕はあの分かるのは、おそらくオーストラリアって種類が多いじゃないですか。あの、はい、選択肢が。はい、大学の種類も専門学校も英語学校自体 あのコースの種類もいって中で、もうルールがもういっぱいある。しかも毎年いろいろちょこちょこ変わると、すごいスピード変わるっていう時に、スタッフはそれに対して現場で生徒さんに向き合うスタッフさんが経営陣と違いますから、1年2年で終わっちゃう、うんうん、で中にワーホリのバイトで3時間だけとか、うんうんうん、真剣にそこまで、生徒さんのためにというよりは自分がワーホリ時代を楽しみたいっていう人の方が多いから、あのもう全然教育がもう間に合わないですよね。そうですね。もういちいちだってこうトレーニングしてる場合じゃないですからね、うんうん、でビザの法律も年にもう毎年毎年変わります、うん、なのでそのたんびに、まあ、うちは移民コンサルタントが会社の中にいるので、そこと一緒にこうアップデートしてもらってるような感じですけど、追いつかないです。それでももう情報がありすぎて、うん、もうそうですね、うん、ちょっと皆さんに分かっておいてほしいな、あのエージェントってそんなに簡単なものじゃないっていうのがありますよね、うん、なんか今ある学校を紹介するだけでしょみたいな、下手したらパンフレットを渡すってその学校の特徴を言うだけでしょみたいなところがあります、ね、そうありますあります、ないです、うん、そんな話はないですそうですよね、なのでエージェント大事です。ではあと現地で学校を選ばれるときに、あの普通の、まあ、チカさんはどういうふうに、まあ、特にワーホリの人ってやっぱりぼやってしてるのが多いと思うんですよ。なんかお金を稼ぎたいとか、どちらかというと人生でちょっと休憩一回入れるとか、仕切り直すとか考え直すとか、そういう人もいろんな方がいると思うんですけど、まあ、もちろん明確な目的で会社から送られるとかっていうのもあると思うんですが、人に本当千差万別なので、それどうやってカウンセリングをやられていきますか？もう最初にとことんなんかこうやりたい、なんかね、やりたいことリストでもいいし、私の性格でもいいし、私のバックグラウンドでもいいし、とにかく留学に関係ないことも何でもいいし、何をやってるときが一番楽しいとか、なんか、うん、こうなんかもうそういうことでもいいから、とにかくもういっぱい書いてくださいってよく言います、なんか、うん、でそうするとみんなもなんだろう、そんなそこまで言っても3つぐらいで書いてこない人もいればA4 に2枚ぐらい書いてくる子とかもいるんですよね。でそれを読んでると、だいたいその人が何を求めてるのかとか、何をやってるときが一番楽しくてとか、例えば目的がない子でも、目的がある子たちにはそんなこと聞かなくったって、結構ちゃんともうやりたいことがこれとこれだから、それをやるためにここに遅く来ましたみたいな子たちっていう人たちはそんなに難しくないんですけど、やっぱ一番難しい層っていうのが、なんかこう自分を変えたいんですとか、でもどうやって変えていいかわかんないんですだったり、なんかオーストラリア行ってみたいけど何やりたいかって言われても別にみたいな、なんか友達は欲しいかなぐらいのノリの人たちとか結構いるんですよね。ただ私からするとやっぱ1年ってこう大事な期間で、一生に1回しか取れないワーキングホリデーって、得られるものって実はすごくたくさんあるのに、
なんかあっという間に1年終わっちゃって、なんもなんかなかったよね、なんか日本にいた時と同じだったよね、みたいな感じで帰ってほしくないなっていう思いがやっぱすごくあるので、なんかを見つけて帰ろうみたいな。っていうのをやっぱ応援したくて、そういうのをお願いします。で、それでその人一人一人に対して一番合うプラン。もう途中でどんどん変わっていいよってでも言います。変わっていくのが当たり前だと思います。その私が最初に聞いた状況でこんな流れはどうって言って、いいっすねってやります。それでいきますみたいな感じでやっていくけれど、途中途中でしょっちゅう話し合います。どう最近どうどんな感じだった、そうするとこれやってみたら実はこれも面白いかなって思ってきたんですよねとか、人ってやっぱ変わっていくと思うんですよね。いや実際そういうの拾い上げ、はい、カウンセリングでいろいろ喋っても実際やらないと分かんない人がほとんどで、そうですね。だからその現地に到着してやり始めてからも、じゃあちかさんはカウンセリング続けられてるんですね。続けますね。もう帰国するまで続けます。もうどうにかすると帰国してからもやってますもう人生のエージェントになっちゃってますねそう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 ですね。なんか気になる、うん、なんかそうやっぱ、みんなそれぞれいいものを持っているわけで、なんかそれなんか絶対何かにつなげてほしいっていう思いは余計なお世話ですけどあります、うん、なんかあとこう実際日本人ってやっぱり海外を知らない人はこう何でも海外、特にオーストラリアは一応西洋と日本は認識してるので、日本よりも進んでるんじゃないかとか、しっかりしてるとかなんかあると思うんですけど、実際違うところがあると思うんですよね。うんうんうん、例えばと虫が出ないと思ったら巨大な虫が出たとか、もうベッドの中の体の上に入なんかごこうなんかすごいでっかいこんなのが来たとかっていうのはよくある。そういった時にこうクレームっていうか、すごくなんかこうなんですかね、ポジティブに受け止められ処理できずにネガティブにこう自分が勉強に集中できなくなるような精神状態になっちゃう人も日本人っていないですか？なんだろう、一番多いのはですね、なんかその虫とかそんな話はそんなないですけど、全然実際いっぱいいますよ虫は。だけどその虫によって何か起きるとかはそれはないんですけど、一番多いのがなんかOL さんですよね。なんか一回もう就職をして、それでなんかオーストラリアに来ましたっていう人たちって、すっごい頑張っちゃうんです。なんか人生をかけて来ちゃってるんですよ。わかります。私もそうだったから、だけど、なんかなんていうのかな、こう英語、なんかせねばならないみたいなのにがんじがらめになってるんですよね。なんか仕事辞めてまでも来たからには、英語力は半端なく上げなければいけない。とか、もう何歳だから、こう私はもう今更引き下がれないんで、これぐらいのことをやらなきゃいけないみたいなで、もうね、それで苦しんで、なんかね、ちょっと、リプレッション、なんかちょっと、こう、落ちる子たちが結構います、女性は。うん、それ、落ちる、解剖してみると、例えば、なんか思ったより英語が話せるようにならないとか、そういうことです、もあるんですか？一番多いのはそれで、それとか、なんか、何か見つかる、行けば何か見つかると思ったけど、なかなか見つからないとか、なんか、クラスメートの若い子たちはこんなこんなですんごい楽しんでるのに、なんか私は楽しみきれてない。とか、なんか同期の子からこんな連絡が来て、同期の子が、なんか、すごい楽しんで、会社でバリバリ働いてるの見るともう落ち込んじゃったとか、なんか、そういうのも言ってくるんですよ。なんか。でも、私がもし、大学生で大学卒業してオーストラリアにもうずーっといますっていう人だったら分かってあげられないんですよね、その気持ちが。でも、私も同じように苦しんで、同じように先輩に相談してるんですよ。なので、心を開いてくれる子たちがすごく多いです。私も全く同じだって、こうこうこうでこうでこうだったって、そうなんですっていう、なんか、感じには。だからなんかね、それはもう、頑張りすぎないをどう力を抜かせるかが私の仕事です、その子たちには。なるほど。なるほど。まだ、最近ですと、フィリピン留学ってあるのは知っていながらオーストラリア留学を選ぶ人は、やっぱりかなり本気だと思うんですよね。やっぱり、質のいいものを最初から入れていきたいっていう感じだと思うんで。
まあ、かなり自分にもプレッシャー、うんうん、プレッシャーというか、あれ、真剣でしょうね。真剣ですよ、本当に。なぜか女性が多いんですよね。男性はね、意外とね、そこは結構、まあ、なんとかなりますよね、みたいな感じで行くんですけど、なんか、なるほど。はい。あと、ちょこちょこ連絡してる理由に、オーストラリア、例えば多国籍の学校あるじゃないですか。はいはい。多国籍の学校に行って、英語の国に行けば、白人がいるところに行けば、ペラペラに喋れるようになるよっていう人も いちゃうから、ネットで。なんか、それで勘違いして行って、行ってみたら、多国籍なんだけど、結局つるんでるのは日本人同士でつるんで、そこで恋愛とか発生しちゃったりとか。あとは、なんか嫌いな人がいて、その人の悪口で盛り上がっちゃうとか。日本社会がそこにもあって、っていうのはありますか？あ、でもめちゃくちゃ多いです。だからその結構学校の相談に来られる方とかだと、なんか油断するとそうなりがちです。だから、日本人って面白いんですけど、英語を話せるようになったら外国人に声をかけようかなっていう子が多いんですよ。で、そんなことしてたらいつまで経ってもならないよって。だから、最初は怖いから日本人に行っちゃうんですよね。なんか一人だから日本人に。で、そこがモチベーションの高いチームだったら全然いいんですけど、そこがそもそも別にさ、外国にいたってね、俺たち日本人なんだから日本語でよくないって言ってるようなチームになってしまった場合、もう抜け出せないんですよ、そこから。もういつも日本人とつるむことになってしまう。わかる。なんかチームね、そう、チーム、バッチメイトですよね。そう。だから、なんか、こう、それを相談に来るときあるんですよ。なんか、お昼ご飯を違う子に喋りかけていこうと思ったら、すごく睨みつけられて、え、なんでお昼そっちに行くのって、外国人だと何食べんの、な、私は食べるんじゃないのって、すごい言われていけなくって、って言って、はぁみたいな。もうそんなことを気にしてたら一生外国人の友達できないよって結構言ったりとかもすることもあるんですけど、そうやって足を引っ張る日本人いっぱいいるんですよ。だからそこには入り込まないように、なんかもう学校の初日の過ごし方が説明します私。もう初日が大事。もうなんかフィリピン留学でもそうですね。大体特に大きい学校ほどやっぱりその生徒さん選べれないから、時期によりますよね。でやっぱその多国籍、日本人が少ないとこって言っておきながら日本人とつるむのがほとんどですね。そうそう、ほんとその通り。そう、なんかちょっと喋れるようになったら話しかけます、って言って、あと一生来ない。何ですか、グループ意識が強いっていうのは僕も見てますね。韓国人とかもそうですね。なんか違うグループでテーブルでご飯を食べるっていうのにこだわるっていうのは本当に日韓の特徴ですかね、これね。そう。異様らしいですよ、ヨーロッパ人から見ると。異様ですよね。だからヨーロッピアンの友達によく言われてます。しかもちょっと変わってるから、私たちこうやってつるんでるけど、見てって、なんで、日本人とか韓国人ってああやってみんなでご飯食べてんのって。なんか誰もいないよね、ヨーロッパ人全部アジア人だよねみたいな。でやっぱすごい言われました。それでアジア人ってね、そのヨーロッパ人とかに入ってる日本人のことちょっと悪く言いますからね。おお、そうそうそう。ちょっと一回いいですか、カフェオレのホット温め直してこちらにお持ちしますか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。すごい、日本人、日本ってすごいサポート。いやね、この砂場カフェすごいんですよ。こう、温め直しましょうかって、入れ直しましょうかって言いますからね。飲み物すごい、絶対なんですよ。あ、ちょっと話変わりましたけど、はいはい、なるほど。そういうところでの、じゃあ緩いチーム、ぬるいチームに、ぬるま湯チームに入るとまずいから、うん、さんはちょこちょこ連絡入れて、ちょい声かけます。大丈夫、ちゃんとやってるみたいな。そうですね、そこまで心配するエージェントはいや、いないですね。みんな忙しいって言ってますからね。いや、忙しいんですよ。忙しいけど気にもなるんですよ、うん、なんかどうしてんだろうと思って。なんかそうですね。
なんか昔ながらのエージェントですよ。なんか最近の風潮だと、自分の人生楽しむのが先決みたいなのがあるので、なんかこう、面接の時にはね、やっぱり他人の、私が不安だったんで不安な人のサポートしてあげたいとかみんな言うけど、実際ちかさんみたいにそこまで本当に実際にやる人ってほぼほぼいないですよね。そうですね。あとは、まあ結構いろいろな聞けましたね。ではまずとにかく、ストーリーシェアとしましては、まあ、オーストラリアに行くときはもうまずちかさんということで、必ずちかさんの話は絶対聞いた方がいいということでおすすめさせていただきますので、ありがとうございます。ワーホリコース、フィリピン留学経由のワーホリコースお願いします。はい、わかりました。あと逆にその何ですかね、フィリピン留学が終わった後のことを知ってるからこそ、ちかさんの言葉ってすごく重みを、フィリピン留学をする人も受けると思うんですよね。オーストラリアに行ってからフィリピン留学を知らなくて、後で現地で知ってくる人もいるってことは、やっぱりその何ですかね、それだけ、まあ、フィリピンイコール、まあ、やっぱり発展途上国なところもあるんで、あとね、トロピカルカントリーなんで虫がいたりとか、街の中にあるとやっぱり空気があんまり良くないとか、あとは治安に不安があるって人も いると思うんですけど、それ以外にこうフィリピンで得られるものの ありがたみっていうのを噛み締めることができれば、すごく集中もできると思うんですよね。ですね。なんだ、スピーキング、特にストーリーシェアって、スピーキングをかなり強化できるじゃないですか。なので結局、こう、オーストラリアで、ちょっと、もうちょっとやりたかったっていう人たちにとっても、すごく帰りによってもう一回ブラッシュアップしてっていうのもいけると思うし、ワーキングホリデービザって今最大 3年まで取れるので、最近多いのは1年目が終わって一回フィリピンに行って、英語学んでもう一回戻ってくるんでどうですかねとか結構います。セカンドってやつです。そう、セカンドに行く前に勉強して、また戻ってきて、その2年目をやる。みたいな人たちも多い。今3年入れるんですね。3年入れます。最長3年です。すごいですね、3年目って。一応、セブの方は、ゲストハウスやってるので、今、アメリカ人とかもちょっちゅう、結構アメリカ人多いんですよね。そう、この前のお邪魔した時も何人もいらっしゃいましたよ。なんかすごい楽しい環境だなと思って、そうですね。見てたんですけど。だから、積極的にこう、旅人なんで、みんな時間持て余してるので、話すとすごく喜ぶんですよね。ただやっぱりそのアジア人の特徴として、なんかやっぱり聞き取れないから、あとは、こう自分の思ってること言えないとか、彼らがどういう思考回路でいるから分かんないからなのか、やっぱり自分から率先的に話す人が少ないですね。その辺ちょっとちかさんの方からもバシッと言ってもらえると元気です。でもやっぱりそうです、ね、話しかける人って伸びるのも早いですもんね。そうです、そうです。本当に。視野も広がるし。OK です。では、フィリピン経由のオーストラリア、もっと増えてお役に立ってもらうコース、はい、そして安心してオーストラリアに行けるように、あとオーストラリアの魅力も知らなかった人とかも、知らない人もいると思うので、そちらにも一つの選択肢として増えるように、はい、ワーホリコース、力入れてやっていきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。では、失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。